ザ。こんにちは、坂本おじさん。はい。大丈夫ですか？痛いんだよ。痛いですよね。肉離れ。もうチームにも痛いしな。本当です。もうチーム状態的に上がってきてて、坂本選手の状態と一緒に上がっていけたので、そうだね。で、坂本選手が、右の大体二頭筋長頭肉離れ、うん、まあもうちょっと古いけどね、うん、その記事はね。あ、そうですね、うん、まあ、5月に肉離れで戦線離脱した中田翔選手と程度が同じ2度というところで、はい、復帰まで大体6から7週という診断を受けたそうなんですけど、まあ、6月に入って打率が3割3分8厘3本塁打9打点というところだったので、まあ、痛いよな、はい、本当に計算ができる選手だし、はい、変えなくていいとか、うん、ここまでずっとな頑張ってきてたから、はい、まあ、大きな怪我になっちゃったな。そうですよね、うん、あのまあ試合途中でもう走れなくなって初回だったらしな、はい、もうすぐ交代になったんですけれども、まず原監督含めコーチ陣どんな風にまず今考えてるところですかね。まあ、穴をどう埋めるか、うん、まあ、それしか考えてないとは思うけどね、うん、でやっぱ治ったからといってまた調子が戻るのかっていうのも分からないし、はい、やっぱある程度そのオールスターまではいないもんだという。オールスター明けも8月だな、うん、本当に。あ、8月、うん、その中田翔選手だったりは結構早めに今帰ってきたんですけど、まあ、チームの状態が悪かったしな。あ、そうですね、その時は。だから中田の状態っていうのはすごいいい時に怪我しちゃったから、うん、はい、まあ、早く欲しいっていうふうに思ったんだろうし、はい、でも今状態的にはチームは落ち着いてる状態、はい、まあ、坂本がこう抜けてからね、うん、まあ、どうなのかっていうのは分からないけど、ちょっとな、痛いな、代わりはいないんだよ。そうですよね、やっぱりそのショートというよりその打つというところであったりとか、まあ、守りはね、はい、門脇に任せておけば、うん、まあ、なんとかしてくれるよ、はい、うん、だけどやっぱ打つとか、ね、やっぱ相手に対してのプレッシャーだとか、はい、まあ、そういうこと考えるといないのはちょっと嫌だな。そうですよね、まあ、ここまで上位打線を坂本選手打ってたわけですけれども、それをじゃあ例えばどういうふうに坂本選手がいない間補っていくべきですか。まあ、打つ方だったら1番を吉川に任せるとかね、はい、で守る方は門脇に任せるとか、うん、まあ、そういうことだと思うけど、まあ、原監督は重信使ったりだとか、はい、いろいろお声を使ったりだとかするけど、まあ、吉川でいいんじゃないのかなと思うけどね、素直にね、うん、まあ、それでもやっぱ坂本の穴っていう風になってくると埋められてないよね。埋められる気配というか、そういう選手がいない、まあ、そうだね、まあ、あれだけの技術とか、はい、あれだけの実績を持った選手っていうのはなかなかいないわけだから、はい、苦しいよね巨人はね。そうですよね。で中田翔もちょっと、ね、そうです、今コンディション不良っていう風になってしまっていて、で大勢もそうでしょ、はい、で梶谷も落ちてるでしょ、はい、そう梶谷選手も ね、うん、だからまあそういうことを考えると交流戦あれだけ頑張ったのに、はい、戦力ダウンとともにまたちょっと落ちていくのかなっていう風に思うと、うん、ちょっと坂本の怪我っていうのは大きな怪我になるよね、はい。いや、そうですね、本人もそうだしな、はい、本人的にだから本人はそういう筋肉系のトラブルってそんなになく来てたんだよね。なんかそうみたいですね、まあ、腰の違和感だとか、うん、まあ、そういうことはあったにしても、はい、この大きな筋肉系のトラブルっていうのが初めてでね、やっぱりね、走れないとなかなかキレって出てこないし、治ったからといってどうなんだろうなと思うよ。いきなりまた今までのバッティングを取り戻せるかっていうと、はい、ちょっと苦しいかも。その太ももの肉離れというのは、もちろん走ることにすごく今後影響っていうかあると思うんですけど、うん、その打つことに関しても何か影響が。だからその走ることがイコールバッティングにも影響するからさ、あ、連動してるっていう意味ですね。だからそのバッティングだけをじゃあ できたらいいかって言ったらそんなもんでもないしね、はい、うん、どういう練習をするかによってバッティングっていうのは上がってきたりだとか、はい、まあ下降気味になったりだとかするからね、はい、だからそういう意味ではちょっと苦しいよな。そうですよね、まあ、でもそんな中28日に坂本選手が室内練習場でもうリハビリ開始でキャッチボール、まあ、30メートルのキャッチボールを行ったということなので、まあ、あの足ではないところのもうキャッチボールから徐々にっていう、まあ、慌てないことだよ。そうですね、やっぱ将来的にも長くやって
欲しい選手だと思うしね、はい、無理してねどの子のじゃない方がいいと思う、うんですよね、ただそのさっきもおっしゃってたもしかすると無理させないで8月から復帰させるかもしれない、うん、となった時に、ま、トレードっていうのがまだ期限の中にありますよね。そうなってくると例えば緊急補強みたいな形で誰かっていう風に巨人が動いてくる可能性っていうのはこの坂本選手の故障でありえますか？ないよ。ないそんなねショートを埋められるだけの選手を取ってこようとしたら、はい、他にじゃあまともなショートがいるかって言ったら、はい、そんなにいないもん、ね、しかもそういう選手出さないですよ出せないと思うよ。まあピッチャーだったら可能性あるけど、うん、でも坂本を考えたらそれなりの選手を出して取ってこないと、はい、すぐ働けるような選手は取れない。今ちょっとちらっと情報できたのは例えば楽天の茂木選手なんかどうですかっていうのがダメだろう、ね、だってなんで一軍にいないのそこですよね、うん、そうですまずそこじゃない、はい、それはねバリバリに出てるんだったら話は分かるけど、うん、2軍でくすぶってるような選手、うんね、そしてまた怪我があるかもわからないような選手をやっぱ取れないよ、うんうん、っていうことはやっぱりそのいない間は門脇選手、まあ、チャンスや中山選手、うん、ただ門脇選手打率がやっぱりその1割台だったりとかでなかなかっていうところありますけれどもおだてるんだすかすんだなるほどね。いやまあそのぐらいのこともしなきゃいけないと思うし、うん、だからといって急に打てとは言えないしな打てないしね急には難しいと思うよ。守備っていう面だけで門脇選手を置いて他で打ってもらうっていうところだから現有戦力でやるしかないしね、はい、うん、でそこでは門脇選手だったりとかあと中山ライト選手のあたりで、うん、こう日替わりでだったりとかっていうふうにやっていくんですかね。それしかないだろう、ね、他はね出せないよ今宮ちょうだいってくれるか。あ無理無理でしょ無理、ね、いやまあオリックスで紅林がいいね、野口ちょうだいみたいな、うん、くれないよ。そうですよね。もう一回広岡選手戻ってくるってこともないですもんね。あ、いいわいたねちょっと貸してくれちょっと私だけもまあまあいいじゃん使ってないんだろ今みたいなちょっとだけ入ってきてとか、はい、なあほんとな広岡出しちゃったもんな。そうなんですよ出しちゃったので、まあ、DeNA も大和がいて森がいて京田がいて、うん、柴田がいてってまあ結構いるんだよね。そうですよね。ショートをできる人はね、はい、大体やらないでしょ。まあショートはそうですね。いやそうですねって言えるけど敵にしようは送らないよ。ああそうか、うん、って考えると現有戦力でやるしかないよな。そうですね厳しいですけどね。これ坂本選手のが離脱することで一旦巨人は良かったものって若干は下がりますか状態的に。いや下がるよね。下がる、うん、坂本と共に中田翔もコンディション不良、はい、梶谷もいなくなる。もうそうなってくると結局あそこはなんで勝つかっていうとホームランで勢いづくチームだから、うん、中田翔でもそうだし坂本でもそうだけどホームランが打てる人間が欠けるっていうのは一番嫌だよね、うん、例えばホームランを打てない人が欠けるって言ってもさほど痛手はないなって思うけどやっぱあの逆転スリーランとかさ、はい、ああいうこう魅力が詰まってる選手、うん、ホームランを打てる選手がいなくなるっていうのは痛いよね。そうですね、うん、あとは下から例えばベテランの選手取った選手たちを上げてくるっていう可能性はどうですか。まあ可能性としてはなくはないよね、はい、まあ、なくはないけど、うん、どうなんだろうな。まあここら辺はやっぱこう若手でいい人がいたら、まあ、チャンスを上げるという、はい、まあそっちの方がいいのかなとは思うけどね。まあ、中島選手とか、まあ、松田選手いますけれどもではなくやっぱ若手でいい選手をっていうところに松田を上げてサードにやって岡本ショートできないよそうだねできないです。で松田がじゃあショートできるかって言ってできないよもう、うん、そうですね。そうなってくるとやっぱ中島かできないだろ昔は自体に、うん、そうだからできないから困るんだそうですねそうですね。代わりはいないよやっぱ守りの中心になるからさ内野の、はい、門脇にももう守備だけでもバッティングが目つぶって、うん、はい、まあ、8番で使うしかない。そうですね。まあそこは大城が打てるキャッチャーだから、うん、8番の席にね、空きはあるんで、はい、門脇でいいのかなっていうような気はするけどね。そうですね。
いやただね本当にあのチーム状況も良くて本人もやっぱり調子が上がってきただけにもう両方にとっても痛いとは思うんですけれどもここは本当に無理せずにあの余裕を持ってやっぱり坂本おじさん的にも帰ってきてほしいなとやっぱまだ先がある選手だし、はい、やっぱ3000本っていう夢がまだ残されてるよね、うんはいまあ、そうなってくるとここで無理して選手生命が終わるような怪我にはつながってほしくないしね、うんまあ、ゆっくりとは言わないけどもしっかり直してほしいなそうですね、うん